マニュアルも20年以上乗ってないわね。あ、そうですか、うん、今日は久々にこちらの教習所でマニュアルの運転が、まあ、できるということで。これからだからマニュアル車は私今から乗るんですよ。え、なんでそんな、なんでこんなほど乗ってるの？あ、車を自分で運転してるイメージがない。いやー、なんか、乗り回してそうですよ。おっ、ここでまた意見が乗り回してそう。もうなんか夜中とか乗り回して。なんでわかるの？いや、なんかもうなんでわかるの私。雰囲気っていうか。雰囲気私夜中乗り回してる雰囲気どんな走り屋的な走り屋的な、なんか東京の都内を。あ、都内、私結構首都高をぐるぐるしてますよ。でローリング族に煽られながらあいつら怖いのよ本当に、急にすごい速度で来るのよ。やっぱり夜いますか今でも。いるわよ。ここなんか漫画がいっぱい充実してるんですか。あ、本当だ、いろいろある。じゃあちょっと読んでこっかいや、まあ、そういうんじゃないのあんまり読みすぎるとね、ちょっと。私バカボンドって読んだことないのよ。そうですか。ちょっと37巻だけどちょっといい？いや、まあ、いや全部読まれるとちょっと多分もう車に。関ヶ原は終わったってとこから始まるのね。まあ武蔵のストーリーは多分そうですよ。あれ、ごめん、これ私が切ったんじゃないよ切れてたんだからねこれね。あんた仮に一発で行った。僕は一発で行ってると思います。止まった記憶はないです。私ね、一回ダメだったのよ。あ、理由がね、はい、運転が乱暴発進しましょう。ちょっとバランコの野郎